です。今場所好調5勝1敗の若元春が土俵に上がりました。昨日まで十両は勝ちっぱなしが美ノ海だったんですが、その美ノ海を破ったのがこの若元春で、十両は昨日終わって5勝1敗という力士が4人という展開になってます。勝ちっぱなしの力士はいません。今場所は得意の左四つになるのが非常に早い、そして重たい腰で若元春、5勝の決まり手は全て寄り切りという若元春です。対するは返り十両、この大きな体で湘南の重戦車の異名を持っています朝弁慶。ぶわっと前に出てきますが、さあ若元春どう受け止めるか。若元春の方が当たっていった。しかしガバッと朝弁慶、残る若元春、残ります、残りました。左四つで残って上手投げ、若元春この腰の重さ、今場所この強さがあります。力強い相撲で若元春6勝目、体をひねって投げに行きました。今場所はこの力強い相撲、そして腰の重さというのが非常に目立っている若元春、これで6勝1敗としました。夏場所がない中、4ヶ月ぶりの土俵になっているわけですが、その間もトレーニング、そしてもちろん土俵の中での稽古を積みまして、体も大きくなったという若元春。師匠の荒汐親方も自分の形になるのがだいぶ早くなってきたと話しますが、それが三保ヶ関さん、この左四つなんですよね。そうですね、今日も早かったですね、はい、左四つになるのは。でその後の攻めですがどうでしょう。はい、まあ本当に今場所の彼の成績に現れているように自信に満ち溢れている、立ち合いからもうまともにいきましたので、で攻め込まれたんですけどね、はい、もうでも慌てなかったですね、うん、で一つずつこう腰を相手の下に入れてってですね、きちっとした自分の形を作って、はい、まあ寄っていくのかなと思ったけど上手に当て投げですよね。下手ひねりですか。あ、決まり手下手ひねりなんですね。ははなるほど。静岡県30代の女性からメッセージをいただきました。若元春関の取り組みには元気をもらっていますというふうに、メッセージをいただいています。今場所はこうして視聴者の皆さんから様々なメッセージをいただいています。東十両13枚目、栃木県小山市出身、滋賀の浦部屋。普段ですと7月場所は名古屋なんですが、昭和33年に名古屋場所が本場所になってから年6場所になるわけですが、まあ、今場所は感染防止、感染拡大予防という観点から名古屋ではなくて、名古屋に移動していくのではなくて、この国技館での開催、逆に言いますと7月に相撲がない名古屋というのは本場所になってからは初めてということになります。解説は元幕内栃栄の三保ヶ関親方です。向正面から澤田石アナウンサー、正面吉田でお伝えしています。